アンテパベリッチは、クロアチアの政治家、弁護士、軍人。クロアチアの民族主義団体、ウスタ社の指導者、イタリア王国及びナチスドイツの傀来政権である、クロアチア独立国の国家元首であった。現在のボスニア・ヘルツェゴビナのブラジナ出身。法律の教育を受け、弁護士であった。1915年から1919 19年、クロアチア法律党の初期。 1919年、クロアチアの独立とボスニア及びダルマジアの併合を訴える民族主義組織、若きクロアチアに加入。1919年から1927年、ザグレブ市議会大議員。1927年からユーゴスラビア国会議員。国会では、クロアチアへの自治権付与を主張した。1928年、非合法の準軍事組織。 クロアチアドモブランの編成を始めた。1929年1月7日、ドモブランをウスタシャクロアチア革命機構に改編すると表明し、1月20日、オーストリアに亡命した。1929年4月、ハンガリーのファシスト組織及びブルガリアの内部マケドニア革命組織との共同声明において、ユーゴスラビアの現体性の打倒を表明し、 このことで死刑を言い渡された。1932年、クロアチアでの放棄に方針を変える。同年、ベニートム・ソリーニの被護を得て、イタリアのフィューメに移り、ウスタシャの活動を指導した。ボレガノのウスタシャ訓練キャンプでは、暗殺実行のためのテロリストが訓練された。1934年、ユーゴスラビア国王アレクサンダル一世暗殺の組織者がイタリアで逮捕され、 ウスタ社の訓練キャンプは一時閉鎖された。1939年8月26日、ユーゴスラビア政府は、クロアチアに広範囲の自治権を付与し、クロアチア自治州が設置された。パベリッチとヒトラードイツ軍による、ユーゴスラビア占領後、1941年4月10日、クロアチア独立国の建国が宣言され、パベリッチが、ボグラブニクとなった。 クロアチア独立国の国王として、イタリアの王族が迎えられ、トミスラブ二世として即位したが、これは形式上の地位にとどまり、ボグラブニクであるパベリッチが独裁権を握ることとなった。同年4月15日、パベリッチはザグレブに到着し、翌16日、祖閣に着手し、自らは首相権外相となった。1941年4月30日、 国籍法が採択され、すべてのヒアーリア系市民は、無国籍者とされた。同日、民族間の結婚を禁止する法律も採択された。6月4日には、クロアチアの社会、青年、スポーツ、文化組織、文学及び、報道、絵画、音楽、劇場、映画館に、ヒアーリア人が参加することが禁じられた。クロアチア独立国では、 セルビア人の大量虐殺が行われた。その後、クロアチア独立国は三国同盟に加わり、6月26日、反共同盟に入った。同年12月14日、日本が英米との戦争状態に入り、ドイツがその後を追ったことを受けて、同様に英米に戦線を布告。1942年9月、パベリッチはドイツを訪問し、アドルフ・ヒトラーの許可を得て、 スラブ国バテルニックを解任し、政府の再編を行った。1943年、イタリアの降伏に伴い、形式上の国王であったトミスラブ2世が退位したため、パベリッチはポグラブニックの称号のもとに、名実ともに、クロアチア独立国の国家元首となった。1945年5月のドイツ降伏後に、オーストリアに亡命。同年、 ソビエト連邦の影響権に入り社会主義政権が設立されたユーゴスラビアの人民裁判所は欠席裁判でパベリッチに死刑を言い渡した。その後、パベリッチはイタリア、アルゼンチン、スペインに移り住んだ。1957年4月10日、ブエノスアイレス郊外のロマスデルパロマルで襲撃され重傷を負い2年後にマドリードで死去した。ありがとうございます。